300m 先左方向です。到着いたしました。8カ所目、西松屋の東所沢店ですね。それでは終了したいと思います。はい、ただいまですね、8カ所目の西松屋東所沢店に来ております。次はですね、500メーター離れたベルク東所沢店に行ってみたいと思います。迷わないで行けるといいんだけどな。ちょっと不安ですけど、行ってみましょう。ちょっとね、曲がり、2回ぐらい曲がってね、行かないといけないんでね、ちょっと不安なんですけど。まずここの信号を左に曲がると、およそ 700m 先東所沢駅北入り口を左方向です。これは右か、右みたいだな。これは右と、でだ左方向です。どれだろう、次かな。では一旦終了したいと思います。はい、再開しましたが、こんな道だったっけな、よくわかんねえぞ。残りよかな、およそ 300m 先目的地付近です。右側にあるのは何だこれ、分からん。まもなく目的地付近です。あったあった、これじゃねえな。ん？どれがあっち？違う。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。よし、ほんでもっての、よいしょ、あった。お客様駐車場と、かん、なんだっけ、ナンバードータルコーダーって書いてあったけど、なんかやってんのかなこれ。よし、さあとりあえず駐車場。90分無料って書いてあるな。あ、でも生産機がある。90分以降30、はい、到着いたしました。9カ所目、ベルク東所沢店ですね。
それでは終了したいと思います。はい、それではですね、9カ所目のベルク東所沢店の屋上から出発していきたいと思います。次は 2.1 キロ離れたブックオフプラスの東所沢店に行ってみたいと思います。今4時32分ですね。ちょっと夕飯にしてました。さあ、雨はすっかり上がりましたね。雨はすっかり上がりました。さてと、問題はだね、ここから先はわからないんだよね。どっちに行くんだろうかな。僕は分かんないんだよな。入り口が分からないんだよ。よし、それでは次の場所で会いましょうと。今回も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。ではでは。